皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。豊かな住民税非課税世帯とは、1ヶ月の国民健康保険料たったの1908円、収入を抑えて税金と社会保険料を減らし、会社の金儲けの道具や国から搾取されることを拒否し、仕事を減らして最低限のお金を稼ぎ、心の健康、人生の時間を大切にする、寝そべり族になり生活を攻略する方法と、ニート時代の生活をもとに寝そべり族として生活するのにかかるお金を紹介します。では行きます。豊かな住民税非課税世帯、日本版単品主義、寝そべり族構想。まず、豊かな住民税非課税世帯、寝そべり族とは何かというと、所得45万円以下、給料の場合は年収100万円未満の所得税や住民税を一切払わず、国民年金は全額免除、神戸市の国民健康保険料7割免除になる、所得43万円以下、給与所得の場合は年収98万円以下に抑え、社会保険料と税金を払わず、極力働かないことを豊かな住民税非課税世帯と当チャンネルでは呼んでおります。寝そべり族という言葉の発信地、中国では、厳しすぎる競争を拒否して、最低限の生活をすることを寝そべり族、単品主義と呼んでおりますが、当チャンネルでは、給料は上がらない上に、高すぎる社会保険料で働く気をなくして、極力働かないことを日本版の寝そべり族と呼ぶことにしました。では、寝そべり族にはどうすればなれるのか、一人の寝そべり族が生きていくための1ヶ月の生活費をご紹介します。働くとストレスがたまって、それを発散するために食べてしまったり、体を動かすのでエネルギーを使い、必然的にお腹が空き、働いていないニート時代に比べると食費が 1.5 倍から2倍になりました。ニート時代または一日中家にいる時の食事量はこんなもので、量を食べないということは使う食材の量も少なく、働かないということは体力も時間もあるので、安い食材で満足度の高いものが作れるので、物価高であっても食費は2万円程度で済むと推定されます。寝そべり族は食費以外の生活費もとても安く、家にいると大して汚れず、髪を洗うのも週に2回程度、外に出る前日程度で十分で、基本的に寝そべり族はベッドの上で布団をかぶってゴロゴロとしながら動画を見てゲームをする生活なので、冬場の光熱費は春と秋の 1.5 倍と思われます。問題は夏場と冬場の光熱費で、冬場は電気毛布にくるまり、夏は暑いのでエアコンが必須になり、電気代が高いので超薄着にして設定温度を最弱にして、風呂に水を張ってプール代わりにして電気代を抑えることになります。そんな感じだと平均1万円くらいが光熱費の予算となります。働かない寝そべり族には被服費、美容費は最低限で十分で、家着はフリマやリサイクルショップで探し、1ヶ月あたり1000円程度で済まし、カットも半年に一度程度にして1ヶ月500円程度に抑え、スキンケアは最低限にして月に400円程度に抑え、寝そべり族には必要がないので車やバイクは売ってしまいます。固定費が運命を決めると言っても過言ではなく、最も重要なのは家賃と通信費等の固定費で、そこそこ便利で買い物に困らない郊外の家賃の安い場所に家を借り、格安SIMを使い固定費を抑えていきます。
私の家賃と通信費の合計額は44,330円で、7割免除された1,908円の国民健康保険料を支払い、年金の全額免除申請をし、予備費や雑費を払うと8万円くらいになります。寝そべり族の1ヶ月の生活費をまとめるとこんな感じで、基本的な生活費は約74,000円で、住まいの更新料や雑費、予備費として6,000円程度の予算を取ります。つまりは年間96万円を稼げば寝そべり族として生きることができることになり、時給1500円で8時間働くと1日12,000円となり、年間80日、つまりは1ヶ月6から7日程度、1週間1日か2日程度の労働で済むことになります。しかしこのプランにはちょっと問題があります。寝そべっているだけではつまらないし、想定外の出費があるととても困るので、お小遣い、ゆとり資金としても月に 2,3万円は欲しいと思います。その資金を捻出する方法は、高配当株投資で配当金を分離課税にしておけば、所得課税のための計算に使われる所得にならないので、実際には100万円を超える収入があったとしても住民税非課税世帯でいることができます。そのためゆとり費お小遣いのために年間配当を40万円もらえるように目指しております。1000万円で年利 4% の高配当優良株に分散投資すると年間40万円ものお金が入り、分離課税にするとそこから約 20% の税金を払うことになり、32万円が手元に残ることになります。約32万円を12で割ると1ヶ月あたり26,666円となり、カフェに行ったり交際費を賄うことができる金額を得ることができます。また私はレトロな銭湯の雰囲気が大好きで、夕暮れ前くらいに銭湯に行き、お風呂上がりにソフトクリームや牛乳を飲むことも楽しみで、昭和チックなレトロなリラクゼーションを楽しむために銭湯に行っております。最近は自分で作る銭湯のソフトクリームにハマっているのですが、銭湯の代金とソフトクリームを合わせても710円ほどで楽しむことができ、この金額のお小遣いがあれば十分な幸せを感じることができると思いました。そうは言っても税金を 20% も取られてしまうのは痛い出費です。蓄財ゲームを成功させるためには非課税の積み立て NISA は必須で、限度額が上がる2024年以降はS&P500 などの優良投資信託や高配当株を非課税の積み立て NISA で購入をし、配当をもらったり取り崩しても良いと思います。ここまで投資や税金の勉強をしなければならない理由は、日本は利権団体と声の大きすぎる人々の力が強すぎ、社会保険料や税金の負担が重く、非正規雇用などでありとあらゆる面で搾取されまくるので、下手に働くと生活の質が落ちるからです。それでも働く理由は、完全に働かないニートはそれはそれで問題があり、ある程度のストレスがないと気だるくてつまらなくなってくる。つまりはビールやワインが美味しくない生活になるので、あえてストレスを与える目的で週に1度か2度程度日雇いで働きます。これからの日本は若者や中年がそのことに気づき、寝そべり族が増え、能力のある若者は外国企業で働き、どうしようもない積んだ国になると予想します。未来を的中させた若者の予言。10年ほど前、
20代中盤くらいの私は1度目の世界一周のクルーズ船に乗り、世界の国々を見て幅広い国の人々と話をし、外国を知ったのと同時に、船の中にいる1000人くらいの日本人たちとの関わりを通じて日本と世界を知り、人生の先輩の方々の心底呆れ果てる行動を見て、どうやって日本が先進国になったのか本気で疑問を持ち、他の若者たちが日本は素晴らしい国と言っている中、この国はこれから衰退することは間違いないと確信し、若くて物価が安いうちに海外で豪遊し投資に大成功し、日本円が弱くなった今、賭けに成功したことを確信しました。私にはこのように未来を当てた経験がいくつもあり、今の私は若者や中年が日本が終わっていることに気づき、寝そべり族が増え、能力のある若者は外国企業で働き、日本はあと20年か30年のうちにどうしようもない積んだ国になることを予想しております。2回の船旅の間には、世界で一番貧しいと言われている大統領のムヒカ大統領と面会をしたり、世界中の国々の人々と交流をし、話を聞き、生活を見て、それをもとにいろいろと考えた結果、投資に成功したり、今の生活があります。このクルーズ船はとても安い値段で世界一周旅行ができることで有名で、私の時は99万円で世界一周旅行をすることができました。資料請求は無料で、概要欄やコメント欄にリンクを貼っておきますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。